気にしない練習って言いましたけど、相手がかで癖としてはこう来た時に気にしたいの、必ず必ずどういうふうに彼女を持ってくるかなとか、必ずそれ気にしないの、それ気にしない練習なの、だ稽古だからね、結構だから気にしないんだよってそういうふうに思ってないとダメなの、気にしてないのこういうとこ、気にしてるとこういうふうにこうなっちゃうのね。でそれじゃなくて、それよりも優先順位は自分の姿勢とか視覚に入るとか自由に動くとか、そういうことを優先してるわけだ。気にしちゃうと、気にしちゃうのが優先順位一番になっちゃうと、気にしちゃってなんか足とか自由とかそういうのは束縛されちゃうからね。だからそれよりも自由だ、気にしないのよ、気にしてないのね。それが優先してるの、だからこういうとこが自由にできるってそういう話だからね。で上と下やってんので、上と下は上万歳で、こう回ったら倒れちゃった、そういう風にやりたいわけで、下はこう来て、下落としてきたらこうなんか勝手に倒れちゃったんだよね、そういう風にやりたいわけだから、まあ気にしない練習、気にしねえんだよって、そういう気にしない、いいの、離れちゃったらさよならで、離れちゃったら離れちゃった、技効かなくてもいいよ、こうやって離れちゃってさよならって、そう全然安心だよね、自分はね、やられないから。だからそういう話。じゃあ少し気にしないで上と下、自分の姿勢ってあるじゃん、姿勢はこう傾いちゃダメなのね。でこう彼女いなかったら自分の姿勢まっすぐで自由に動くって言ったら、自由にまっすぐ動いてんだよね。で手は伸びすぎない、手は伸びすぎないし縮めすぎないで、普通にこういうふうに、普通になんかこう、だからこういう形をキープしたいわけよ。でやる相手がいると、練習なんだけど、こう縮まっちゃったりとか伸びすぎちゃったりとか傾いちゃったりとか、そういうふうになっちゃうでしょ。でだから相手がいてくれるので、相手がいてもそういうふうにならないように、自分が普通いつもどういう姿勢で歩いてるか知らないけど、いつも歩いてる普通の格好してんの、普通の格好だ、普通歩いてる形でやってほしいの、そういうの意識してやってほしいの。だから普通の歩くと同じ道歩いてんの、そういうつもりでやってんの、そういう姿勢でやってんの、そういうの目指してほしいの。まあじゃあもう少しさっきなんていうの、どういう道歩いてんのと同じだって言ったんだけど、そういう精神状態でやってほしくて、こういう強い人が来ると気になっちゃって、これ写真撮られたらおかしいよね、道でね、僕はこうやってこんな写真になっちゃうんだよね。じゃあ普通にしてんの、道だから。だから道で普通の道ね、こう道、こう道写真撮られてもいいよ。そういう風にやりたいわけ。で彼は上手いから、こうやってやると逃げちゃうのね。こう逃げてほら逃げちゃうね。これ逃げたらさよならでいいの。別に全然自分に関係ないから。それ追っかけていくとこうなっちゃうの。こうなっちゃったところを写真撮られたらおかしいよね。だから。やってる姿いつでも何をどうやってかってやったらそういう姿映っちゃうの。だから普通の格好してんの、普通の格好、いつも普通の格好、そして普通の格好、いつ撮られてもいいような形安定してんのね、安定。それで自由束縛しないでこうで、こうで隙間があったからこう入ってきたんだよ。で今度足、こう下半身とかこういうとことか、そういうとこは自由にする練習で、足、あの塩投げやってんのね。塩投げだと分かりやすいから、こう来てこれ持ってもいいよ、持ってもいいけど、こういったら彼の方が強いに決まってんだ、こうすごい姿勢は曲がっちゃってよくないよね。だから自分が姿勢まっすぐにして四角に入ってこういうふうに回ってきたのだから、いつでもちゃんとしてるって自分の姿勢、それが優先だから、自由が優先だからね。自分の相手を投げようと思うと、投げるのが優先になっちゃうと姿勢は優先じゃなくなっちゃうの。でも姿勢の方が優先、自由の方が優先、優先順位ね、優先順位は何に置いてるかってことだから。だからこうさよならでもいいのね、さよならでもいいけど、こう例えば入れなかったらこうでもいい、何しろ投げようとこういうふうにしない。
こう普通ね、それでこう隙間があったからこうに入って、あれ来た。じゃあちょっと足腰自由にして、ちょっとやりましょう。足自由に使って練習だから、足自由に使って外こう正中線上から下、さっきはこっち、今度はこっち、こっち、こう、どうでもいいから、どうでもいいから、いずれにしても外、足自由、それ優先ね。で姿勢、どのショット取ってもこうやってこういう格好しないの、普通に格好してボールかこうね、そういう形ね。じゃあやってみましょう、どうぞ。外、あのね、正中線って大事なの。正中線ってのはこの線なので、みんなやりたい、この手やりたい、いじめこの手やりたかったらこうやって外出してこうやってやっちゃうんだよね。正中線って大事なの。だ正中線なの、正中線でこう、正中線なの、ここの線なの、これこっちでやってないので、これ再三言ってんだけど、みんなこうやりたくなるとこういう風に、ほら、例えば持って、こうやってやって、こうやってこうやってこうやって、ほら、こうやって倒れるんだけどね、彼女倒れてくれたんだけど、こういう風にやりたいの。でも本当は正中線なの、ここでやってんの、ここでここでここでこう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 ここで、前から言ってんだけど、料理ここで作るよね、こっちでやらないよね、そういう話だからね。正中線でやるってのは大事。こう正中線、正中線、いつも正中線、いつも線の、この正中のセンターラインっていうかな、そういうことね。じゃあその辺注意してちょっとやって、はい、ね、今度は後ろに入るの、こっち後ろ、さよならって、こうさよならって、こうやってさよならでもいいよ、でも後ろに入るのね、こう後ろに入るの、こう後ろに入るの、さよならって、こういう感じが基本ね。これ手いっちゃうとこうバカってやられちゃったりとか、蹴りが来ちゃったりとか、だから嫌だよって、さよならって、こういうふうにさよならしたいの。さよならしたくなくてもさよならすんの、練習だからねこうやって練習、こうやってさよなら、そういう練習で、つながってる、それでつながって、ここがつながってると、ここがつ、ここね、ここつながってると、こういうふうに下げてくると、こうなっちゃってボカって興奮できるので、正中線とかさっき言ったの大事だから、こうね、こう来た時に正中線、ここは正中線、ずっと正中線で、さよならした時も正中線なの、こうさよなら、でもさよならしないの、ここでさよなら、ここ持ってんの、こういう風に、そうすると来て、ほら正中線、ここ正中線ね、でずっと出てきたの。だから正中線大事でしょ。それから本当はさよなら、こう正中線ね、正中線、それでさよならするんだけど、向こう行けばさよならなんだけど、さよならしないでこう来てボカって、そういう感じね。じゃあちょっとやってみようか、襟投げ。これいらない手なの、いらない手、いらない手、それから正中線の話だ、いらない手、正中線が向こう行ってたらできないの、これできないよね。正中線をまず合わせて、それからこういらない手なの、この手いらない手、向こう行ってよって、向こう行ってよって、こうそれで入ってきたの。そういうふうにやらないと、この手はいる手じゃないんだから、この手を何かしたいわけじゃないの、捨てちゃう手なの、これ捨てちゃうの、断捨離なの、断捨離、こうやって断捨離なの、断捨離難しいんだけどさ、まあそういう話だから、正中線合わせてこう捨てたのね、そういう話だ。でさよならってこういう風にやったのが最初の話ね。だから捨てるってだから捨てる意識で、こう捨ててこっち出てくれば、こういう投げ技になるの。捨てる意識使う、捨てる向こうへ捨てるの、こういらんね、こうちょっとここもらえるよね、どこは隙間こうやって落としてくれば、ああいう形になるの。だから捨てちゃうっていう、捨てられたくなくても捨てられちゃったの、彼は捨てられたくないんだけど捨てられちゃったの、捨てられて、だ一挙でもそうよ、一挙でもこうやって持って、こうやって持ってってんじゃなくて、捨てるの、こうやってそれで入ってくるの、みんなそういう形だから、捨てるっていう意識がすごく大事、捨てるね、捨てる捨てるって言ってるんだよ、
じゃあ正面入って今のやろうか、ね、こう捨てるの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 、こっち捨てるのポーンって、こっち捨てるの、こう捨てて捨てたの、こうやって捨てて捨てて向こうへ捨てるの、まあ難しい。で、足自由だとそういうこといろいろできるのね。こう捨てる捨てる、この捨てる、こう捨てる捨ててこう、ほらこういうこういう全部捨ててんの。全部全部欲しいからちょうだいって言ってるんじゃなくて、捨ててんの。こう捨てて、こう捨ててんの、捨てて、ほら捨ててる。そういう意識ね。じゃあいろいろちょっと試して捨てる意識使ってちょっとやってみましょう。今いろいろやったんだけど、捨てるとかね、やりましたけど、普通のなんだっけ、普通の正面打ちで普通の技、合気道の技ってね、正面打ち普通こうバカッこう、こう狙って彼こう打ってくるのバカッて痛いんだよね。だから当たったらね、だから当たんないように、だから上がってきた時に見てて、上がってきたら自分が出てるの、こういうふうに、これ遅れちゃってあーってなったら次が来るから、これ足とかあーって遅れちゃったらできないの。遅れちゃったらしょうがないからこっちに入ってくるって手あるよ。だけど本当本来は上がってきたらバカってこういう風にやってんの。だから上がってきた時にバカって、ほら上がってきた時にバカって、上がってきた時に正中線あれして、素で捨てるの、この手捨てるのに、この手と競争してるわけじゃないの。この子すごい腕でこうやって競争してんじゃないの。僕がもらってるのはこういう相手の中心、こういう中心、こういうとこね。そして上がってきた時にパッとここに入ってんの。それでこう出てきたから彼崩れちゃって、これ捨てちゃってね、そう捨てちゃって捨てちゃって、そういう感じね。それが一挙の形。一挙難しいんだけどね、形ね。だ基本は線だから、基本は線だ、それは覚えておいて。だから上がってきたら、上がってきたらパッとこう入ってんの、それが線ね。あ、本当は我より打ちてって言ったの、返すはね、我より打ちて、本当は自分から打ってって、自分から打っていって受けたのをこうに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 やってんのよ。まあそういう話なんだけど、で上がってきたら上がっで出てくる、そして捨てる、これ捨てる、捨てて出てくるの、捨てて出てくるの、こうやって、そしてこうこうやって、これ捨ててんので、こういうふうに、これ表ね、一挙の表。ちょっとこれ説明難しいね。まあいいや、やってみて。で上がってきたら、そう上がってきたら出てきて、そしてこうね、こう捨てて、こういう感じ。じゃあちょっとやってみよう、今日ね。はい、難しいけど、ね、ピュッてきたのをやるのすごく難しいよね。だからちょっと最初のうちは合わせておくの、合わせておいて、こうやって、そして自分が正中線、なんていうの、正中線はここね、そしてこういう風に入ってくので、この手嫌なの、この手嫌だなって気がついてるの、この蹴り嫌だなって。だから遅れてきたらやられちゃうの。だから線で入りながら、この手で押し、この手を押していくと離れて向こう、彼女向こう行っちゃうの、逃げられちゃうの。だからこの手、彼女を僕にもらいたいわけ、もらいたいためにこういうふうに、あやべえなって、こういうふうにね、あの石が飛んできた時と同じ、やべえなって、こうすごい入るよね。で中入れたんでね、そしたら出すの、捨てるの、こうやってこっち捨てるの、そして中入ってこう座る。そういうふうに最初の練習はそういうふうにやった方がいいかなと思ったの。ピュッて打つとすごいタイミングに気を取られて、みんな姿勢ずれちゃうから、姿勢はちゃんとしてこっち来てね、こう、そしたらこうで、この手やこの足や、じゃあどうしましょう、この手で捨てるながらこう入ってきた、そしてこうで姿勢まっすぐ、最初にそれを練習して、それから打ち合ったらいいかなと思うんだよね。最初にこうやって、そうこうやってやって、そしてこの手や足やだって気がつく練習だから、気がつかないでやったらやられちゃうの、これバカって蹴られて終わっちゃうの。
ね、だからあやばいなーって、あーとかと、ほら、そういうふうに思ってるのね。で少し練習してそれからやりましょう。一挙ね、あの合わせて合わせて合わせ合わせて合わせてでこうね、線だよ、こういうふうに出してきたよ、こう。じゃあ、ちょっと合わせてねやりましょうか。少しね、はい、どうぞ。この止めてからやろうっていう話ね。でこれが上手くなってくればできるんだけど、あの、ピュンってやってできるんだけど、最初は止めてやった方がいいね。で止めてやって捨てる意識とこう使ってくれば、こういう投げ技とかね、そういうから、あ、その途中で例えばこうやってやって、こうやってこう腰入ってくるとかね、腰投げ、これね、腰投げね。でこれ抜けてこうやって入ってきたら、抜けてきたら投げ技で、いろんなことができるのね。でそれは稽古だから、稽古重ねて、そのこの打ってくるタイミング、このタイミングにどうやって合わせるかによって違ってくるの。だから相手によって違うから、たくさんの相手と稽古していろいろそういう練習しなきゃいけないので、一人の相手やってると、もう一人の相手はタイミング絶対違うからね。ほんでこっちから来るのが今のこういう一挙の形で、こういうふうに来ると四方投げの形、やってることは同じなの全部ね。こう来たか、こう来たかでしょ、こうね。それで合気道が成り立ってるの。これしか、これがこれがしかないのね。それであんまりこうね、ここに行かないで、こうね、こうほら詰めて行かないの。そして中立の形、押してない、引いてない、中立の形でこういうふうに入った、中立の形でこういうふうに、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 こういうふうにで、こうね、こうだ、なんていうのかな、あんまり向こう弾いてない、もらいすぎてないっていう、そういう感覚をね、あのたくさん稽古してほしいんですよね。でまあいろいろ稽古があるから、まあ、こっちから入っていく入り身投げもあり、こういう入り身投げね、こういう、いつもはこういう四方投げのこういう形から入り身投げこうやって入ってきたんだけど、こういう入り身投げも実際はこう来てこう入ってくるって入り身投げもあるのね。だこうかこうしか大体ないから、表だ、あ、そのね、こう来てこっちこっちでこう入ってきた、でボカって、ね、ボカって。じゃあその辺ちょっとね、あの両方自分で選んで、で、あ、それからこっち入ってくれば一挙だけど、こっち入ってくれば入り身投げね、こう入り身投げでしょ。で後ろだから、その辺お互いどういう相手とやるか分かんないですけど、こうね、こう四方投げの入り身投げ、一挙の入り身投げで、それから四方ね、まあその辺ちょっとあのいろいろ試してみて、あのお互い組んだ相手とね、こうでいつ写真撮られてもおかしくないみたいに、カッてカッてすげえ顔してやってんじゃないのね。いつ撮られてもいいよって、そういう安心なんていうのかな、こう余裕持ってやってほしいの。にっこりしながらね、にっこりカテカテしてにっこりして、まあそういう話。じゃあやりましょう。最初は一挙の形、それと四方投げの形ね、同じなの。それは分かるのね、同じでしょ。こっちから行ったかこっちから行ったかによって違うの。これこうなっててさ、こういうふうに入ってくれば四方投げなの、こうなってくれば一挙なの、こうやって一挙で、その違いだけ、その2種類やって、最初それから内に入ってくれば一挙、外に入れば入り身投げね。内に入れば、あ、ちょっと普通にして、内に入れば四方投げ、外に入れば入り身投げ、これ違い2つあるよね。でも全部同じなの。
全部合気道同じ入り身投げなの。遠く離れれば小手返しなの、わかるね、入り身投げなの。こっち内側に入ってくれば四方投げなの。全部同じじゃないね。あと何があったっけな、忘れちゃった。あとは両手取りとかさ、後ろ取りとか、後ろ取りはこうね、こうまああるんだけどさ、まあそれは後の話。まあいずれにしても最初はこう、これ四方投げの形、こう一挙の形、この違いだけ。同じ形で打ってもらって四方投げ、打ってもらって一挙、この違いだけね。最初やりましょうかね。じゃあどうぞやってください。こう来てね、最初に合気道線の技だっつったんだけど、これ一挙か四方投げか最初上がった時に決めてんの。決めてなかったこうやって折ってきちゃったらこれ四方投げできないよね。この手ね、一挙も本当はできないのね。どっちもできないの。だから上がってきた時四方投げだったらこっち入ってんの。だからこういう四方投げできるの。一挙だ、もう上がってきた時一挙だ、こっち入ってんの。だから一挙できるの。だから線の技なのね、合気道ってね。みんなそういうふうに思ってないとダメで、今度もそうで、今度もうちに入ってくれば一挙なんだけど、上がってきた時にこっち入ったの。だからこうなってんだけど、一挙の入り身投げなの。こう来た時にこう入ってきたのね。こうこの手がこうなってこう来たのね。ちょっとあれだけどさ、下手だけどさ、こうね、そうそうそう、その内側に入るか外側に入るかの違いね、今度ね。だから今度は内側に入って、同じように内側に入るのと外側に入るの違いだから、外側に入って一挙こうね、こういう形。それから四方投げだな、四方投げこういう形、こういう形なの。それでこうに入ってきた、そういう2種類ね。やりましょう。その内側に入るのと外側に入るの、それの違いだけだから。で、遠く離れていけば小手返しだよ。そういう話なのね。だから全部同じだから、じゃあ同じだってことを理解するために外側と内側やりましょう。どうぞ。